今日は私のナイトルーティーンです。仕事が終わってスーパーに寄って帰ってきて、だいたいいつもこれぐらいの時間です。帰ったらまず手洗いとうがいを済ませます。最近は暑いので顔も洗っちゃいます。で、電気とエアコンをつけます。で、部屋着に着替えますね。一度座ると動けなくなるので、すぐに晩ご飯を作ります。買ってきたものを冷蔵庫にしまいます。この日の店員さんは荒かったので、卵が割れていないか見てました。今日は実家からナスが届いたので、そのナスを使ってご飯を作ります。ひーちゃんが帰ってきました。だいたいレシピはネットで調べて作ります。めっちゃいい風の匂いやったわ、外が。風、もうなんか夏終わりそうじゃない？もう秋がやってきた。もう寒かったし冷やし中華最高です。冷やし中華ときゅうりがあれば喜ぶからな。なんか手伝おうか。ひーちゃんもよく手伝ってくれます。何臭い？こういうのって臭くない？最初ひーちゃんのツボはたまによくわかりません。あんま嗅いだことなかったから。嘘。びっくりした、うん、臭かった。でも思ったより臭くはないけど、うん、変なに見えた。変な感じでした。だいたいささっとできる料理を作ります。こんな感じですね。二人とも野菜が好きなので、野菜多めで作るようにしてます。お豆腐ちゃんも食べよう。いっちゃうわ。いただきます。いただきます。おいしそう。ご飯はいつも並んで食べますね。マジおいしそうやな。うん、おいしい。何でもおいしいと言って食べてくれます。おいしいよ。お肉と食べんでも。麺があんまり冷えてなかったな。逆に？うん。なんか良かったんやけどっていうやつな、これ。まず、うん、なんかファーストテイクで知ってる、うん、一発だけで撮るやつや、うん、ご飯中に録画したテレビとか YouTube を見ます。ぼっくんやん。癒しの時間です。あ、ごちそうさまです。ごちそうさまです。眠たーなってる。俺かて。お茶碗はおのおの持っていきます。皿洗いはティーちゃんがやってくれることが多いです。少しダラダラしながらメールチェックして
できるだけ携帯を見ているだけの時間を作りたくないのでストレッチしたりしてます。ここから生物分類技能検定2級の勉強をしたりしてます。知るとね、普段が楽しくなるので勉強してます。書事を読みつつ疲れたらやめます。お風呂に入ります。上がりました。だいたい20分ぐらいですかね。お風呂上がりはすぐにでも化粧水をつけたいです。で、化粧水と乳液とアイクリーム、クリームでナイトパックをつけてますね。美容液は今切らしてます。夏でも割としっかりめに保湿してます。で、今髪が長いのでなかなか乾かないです。結構濡れたままの時もあります。自分の水分補給をしつつ植物にもお水をあげます。ティーちゃんがくれたバラのお水も買います。本当に癒されるんですよね、緑が。で、歯磨きをします。俺のも取ってくれる？歯磨きは割と長くしますね。だいたい12時ぐらいに布団に入るようにしてます。パソコンを使ってるので肩がすごく凝りますね。ストレッチは気づいたらやるようにしてます。やっちょ、うん、寝る前にも勉強というか歌が好きで図鑑見てますね。ちなみにお昼の休憩中も図鑑を読んでます。それだけ編集やります。まだやけど。で、眠くなったら寝ます。寝るわ。はい、おやすみ。おやすみ。お帰りとかおやすみはちゃんと言うようにしてます。ありがとうございました。